すごいですね。ピーマン。大豊作です。まあ一番下ですね。一番最初に鳴らせたピーマン。はい、収穫が始まりました。そして、こちら。あるのが。はい、これはピーマンプラス。甘党美人ですね。視聴者様でも甘党美人。 栽培されている方が結構いらっしゃいましたね。これも同じように大きくさせてから1回目取るのも全然大丈夫です。木の勢いがとてもいいので、大きくさせても問題ありません。だいたい20センチぐらいですね。すごいですね。はい、おはようございます。塚原農園です、えー、今日は夏野菜のえ補、ー、助に来ております。 こちらは前回のナスで動画でご紹介をしたクロベーナス多段続き機、ダブル続き機のナス。そしてこちらがトルバンウィガーの代儀を一発噛ませたクロベーナスになります。雨が結構降り続いていたんですけれども、まあ、窒素切れということで、前回は窒素主体の流状タイプの肥料を追肥で与えました。 で、雨がバッと降ったんで、急激にですね、根っこから吸い上げたことによって、どうでしょうかあれから、葉っぱの黒さがだいぶ薄かったんですけども、すごいですね、見事に回復しましたね。銃声が勢いが出ました。速攻性がありますね。で、また寝焼けもしないと、えー、肥料も、やっぱり洗濯もいろいろと必要に応じて使い分けをするという大切を、まあ、改めてですね、感じることが、 でできたというわけです、はい、そしてこちらがマリーゴールドバンカープランツとして育てているものですやっぱりですね今年はなんかいじけてますね低いうちから花を咲かせているということは危機を感じて子孫を残そうとしているんですね何かストレスがかかってます、はい、こういったこう自然のものからもいろいろとあと草もそうなんですけれども、えー、生態系から いろいろと自然の、この野菜を栽培していく上で、何かが危機を感じている、何か調子が悪い、感じることもできるのも、こういった花を見、ですね、いろいろと観察をすると面白いかもしれません。で、今日は、本題に入りまして、こちら、ピーマン、ちぐさピーマンになります。定食をして、ある程度大きくなってきたんですが、 最近雨が降っていましたが、その前がですね、全く雨が降らず、かなり高温、熱中症になってしまうんではないかというぐらい、40度近く、えー、日中がですね、この畑の気温が高かったですで。その頃はビニールトンネルをかけていました。でなぜかけて、なんで外さないのかって。 暑いんだったら取っちゃえばいいんじゃないのか。まあ、背丈がそれほどまだ高くなかった。で、時折強い風が吹いたり、えー、大雨がですね、その当時2回も降ったんですね。台風クラスの大雨が。春のゴールデンウィーク前にもですね、かかわらずダーっと降ったんですね。で、それでびっくりして、いや、これは外したらピーマンなんかもうボギンと折れたらもう再生はできませんので、ちょっと心配ということで、 ギリギリまでかけていたんですね。で、ナスだけ先にもう天井を突っかえたので外しました。で、今回はもう外してあるんですけども、今日は、こちらのチグサピーマンはナスと同じように、平テープを使って支柱をします。これがあのテープですね。この白っぽく銀色なんですけども、これはパツンパツンと今貼ってます。これを ナスと同じように、4本。1本、2本、3本、4本と、まあ、要はフラワーネットの代わりです。え、これを貼ることによって、ここに今設置してある、アーチパイプ。13ミリのこの鉄のパイプなんですが、これが本支柱代わりとして活用します。今までビニールをかけていた時に、ビニールが下がらないようにするための支柱、アーチパイプですね。 これを外さずにナスと同じように活用していきます。で、平テープを貼ることによって、こちらまだ貼らない方、ちょっと見てください。ブラブラしてますね。これでは支柱の役には立ちません。大風が吹いたら揺れてしまいます。傷がついてしまいます。一方こちら、紐はまだ2本しか貼ってませんが、4本貼るんですけれども、全然動きません。 ガッチガチですね。紐を使って這わせているだけなんですが、ここへ横の直感パイプを這わせてフックバンドで固定したぐらい丈夫なんですね。で、ピーマンはこの上にフラワーネットをかけてやるというのが一般的なんですけれども、フラワーネットは結構値段が高いです。で、この平テープでしたら、一巻500円ぐらいで購入できます。500メートルとか長いですね。 で、撤去するときも楽です。フラワーネットを貼ってしまうと、片すときが結構大変ですね。ということで、このピーマンも平テープを使って、支柱代わりとしていきます。ところどころ換気をしていたので、低いところもあれば、で、下がっていたところは高いところもあります。もうトンネルをビニールを外してきて、で、気温が上がってくれば、 もうここのの平テープの高さここが一番高いところなんですけど、アーチ状になっていて、ここが一番高い天板になってます。ここがマルチの下、一,一番下から高さがだいたい7、80センチになってます。もう少しすると、このピーマンの成長点がここの平テープを越してきます。で、わさっと茂ることによって、その枝が垂れますよね。で、ここが支柱になってますので、これ以上下がらない。 で、ここで実を収穫していくというわけです。とても設置方法は簡単です。ナスの動画、再生リストの方に、この紐の張り方、えー、載せておりますので、お時間ありましたら、まだご覧になられてない方、えー、一度ご覧になってください。でピーマンが、えー、いくらか、色があまり濃くならない。 かなりピーマンの背丈が大きくなっているんですが、で、実も大きいんですけれども、濃くならないという視聴者様がいらっしゃいました。え、とても肥料設計が良くて、追肥も良くて、まあ、管理がとても良かったんです、と、が、えー、あまりにも茂りすぎて、実をたくさんつけたことによって、ピーマンが緑色に、本来の色にならず、薄い、 いくらかどちらかというとクリーム色っぽいようなことが起きることがあるんですね。それが葉っぱが過剰に茂りすぎたことによって、実にピーマンに太陽光線が当たらないと、ピーマンが色が抜けることがあります。まあ抜けるというか、緑色に発色しないんですね。そういった時は混み合ってきた場合、真上から見て、 こう,こう、中が見えないですね。これはまだちっちゃいのでありませんが、もう少し大きくなったら、ここの中央に向けて出ている側死を、こう、摘心します。枝を剪定するんですね。そのようにすると、真上から株ちょうど3本に分けた分岐点。それが透けて見,る見えるぐらいがちょうどいいです。横から見ると、 ここですね。ちょうど分かれているところ。支柱を、仮支柱を立てて、ここへ8の字で結んでいるところがあると思うんですが、ちょうどそこへ、一番最初に実をつかせますね。このあたりがちょうど3本ぐらいで分岐が始まります。で、さらに3本で分岐したその1本のうちからそれぞれ、また強い枝が、どん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 枝分かれして、で、ピーマンの実がたくさんなるということなんですね。 で、あまりこれを、えー、たくさん、こう、実がつくように、何もせずに、剪定をせずにやっていくと、この中が、茂っちゃうんですね。これでは、ピーマンが全然見えませんね。下から覗けば、このようにたくさんあるんですが、太陽は上から、光線が、降り注ぎます。これでは、全くピーマンに当たってませんね。ということもあるので、まあ、 7月ぐらいまではおそらくいい実が収穫できたんでしょうけれどもお盆頃からもっと背丈が大きくなってもっと過剰になったらこの実がいくらか、えー、色が淡くなってくるという風にですね、なるわけですね。まあそのようにして、えー、適時光の通りが悪ければ上から覗いてこの分岐しているものが 中央に向けて出ているもの。外に出ているものは外に出ている方が収穫がしやすいので、これはいいです。ただこのように分かれているものも中に向けて分け、分かれる場合があるんですね。ここで言えば、こっちですね。この枝。これが中に向いています。こういったものを、まあ、ちょっと今やるの可哀想なんですが、これをですね、ハサミでこうやって切っちゃうんですね。そうするとどうでしょうか。はい。先ほどはここやりました。邪魔でしたね。 太陽の光が当たりませんこれを取り取ったことによってはいどうでしょうか下が見えるようになりましたねこのようにして大きくなってきたら適時内側に向いてる枝はハサミで切り取ってあげましょうあまり実をつけさせすぎてしまうと実、えー、がですね小さくなることもあります で、実の膨らみもスピードが遅くなることもあるんですね。結果的に実をたくさん収、ならせれば、花を咲かせればその分たくさん収穫できるとは思うとは思うんですけど、え、ある程度の限界を超えて実をつかせてしまうと逆に小さな実でばかりたくさん取れてしまう。結果、取る手間が増えた割にはあまり重量がないというふうになってしまうんですね。規格外のちっちゃなものですね。 そういうふうに管理をしてみてはいかがでしょうか。はい。そして、えー、ついでにですね、ピーマンの補助に来たということで、えー、下葉の処理についてご紹介します。今このように背丈がですね、7、80センチ、もう約1メートル近くまで大きくなってきたとします。はい、で、ちょうど梅雨の時期頃にですね、大体このように大きくなると思います。梅雨の時期といえば雨が降りますね。 で、湿気が多いです。湿気はやっぱりこの土壌ですね。地面に近いところから、こう、流れてきますね。このあたり、株元あたりに、えー、病気が発生してしまうんですね。ということで、この、マルチの下に、この、ふい、ついている葉っぱ。これもナスと同じように、葉っぱ適用します。これは植えて、間もなく、 時にやっっってててしししまままままうと光合成作ががでできなくなくまいいいすすので木の木勢いが弱ってしまいますこの葉っぱを描くときはかなり大きくなってからやるようにしてください。いくら梅雨時とはいえ遅めに苗を植えた方は葉っぱを取ってしまうと成長が悪くなってしまいますので成長に合わせてやるようにしてください。はい、そしてこの取り方なんですがとても簡単です。ちょうどこの 三本に分けた分岐したところ、ここのところから、下のところに出ている葉っぱはすべて取っちゃいます。ねこれは素手で大丈夫です。ハサミは使わなくても、こう、掴んで、軸を掴んでいただいて、横へひねります。横へ倒すんですね。そうすると、ポキンと簡単に綺麗に節元から、 折れるというよりは外れる感じで取れます。ハサミで使うよりはこれの方が切り口が綺麗です。横にひねるんですね。下とか上に、あと引っ張ったりするのでなくて横にやってください。で、ついでに脇芽も出ていれば脇芽も取ってあげましょう。はい。これですっきりしましたね。これでピーマンの下場処理が完成です。これで雨が、梅雨の時期、だっと降ってですね、こちらのマルチの外の肩の ここへ雨が強く当たって跳ね返った泥が、このピーマンの葉っぱを取ったことによって付着しません。で、風通りが良くなりますので、ここへ雑菌の菌が蔓延しません。風通りが良ければいいほど、病気も防げますし、そして害虫がここへ寄り付かない。日陰があまりあると、害虫が避難しやすいんですね。増えてしまうことがある。で、害虫はアブラムシと粉じらみ。 ですね。アザミウマなどがピーマンの天敵です。まあ、タバコガとか一部省いてですね。そういったものは風直あたり嫌いますので、このように空いてあげることによって、害虫の密度も減らすことができるんですね。このようにして、ピーマンの下ばかぎ作業をやってみてください。ま、ちょうど平テーブルですね。貼ってもらっているところです。こんな感じですね。やってます。 これがちょうどですね、今貼った3本目ですね。センターがここです。センターから20センチ離らかせて2本貼ります。ですからセンター基準としたら1本目は10センチ、で2本目も10センチ、次からは20センチということです。 はい、ということで今日はピーマンの補助からですねピーマンの管理もう収穫もだいぶですね始まってきましたので、えー、下葉のカキのやり方とですね平テープを使った支柱、えー、のご紹介になりました、はい、この動画がいいと思われる方は、えー、高評価ボタンをまたチャンネル登録をよろしくお願いしますいつもご視聴いただきありがとうございますまたよろしくお願いします ですね、葉っぱもでかいですよ手のひらと同じぐらいです大きいですねこのピーマン天ぷらでいただきます